次回もお願いします。気象情報です。今日は終日あいにくの雨となりました。この影響で稲橋方面では今夜半から明日にかけ濃い霧が予想されています。
行こう行こう。またね。いやーすごいっすね。こんだけの大人あんま見ないっすよ。祝う時くらい豪勢に行かないとな。お祝い？ああほらあれだ。相手は誰でもよかった、ムカついた、主役になりたかったなどと供述しており、容疑者の少年は犯行は認めているものの反省の色は全く見られないということです。他にも少年の供述は多くの点で一貫性がなく支離滅裂で精神鑑定が必要との指摘もあり、警察では事件の全容解明に向けなお慎重な対応を迫られそうです。さあ、立件にこぎつけるの大変だったんだよ。証言と状況証拠だけで困ってたんだけどさ、被害者の服から容疑者の指紋が出てやっと立件できたんだよね。いやーすごいね、科学捜査って。布から指紋取れるなんて普通思わないっしょ。もうこんな怖いことは起きないから安心しなさい。にしてもほんとふざけたやつですよね。高校生のくせに連続殺人、それも死体ぶら下げるなんて発想が大胆すぎますよ。けど捕まってよかった。もうあれこれ疑わなくていいし、このまま野放しになってたらと思うと。やめろ、話長いんだよ。私ネタが乾いちまうだろうが。そうっすね、すいません。ほら、みんな食え。じゃあ、お言葉に甘えて。あれ、ナナコちゃん、お寿司嫌いなの？わさび、入ってる。ああ、そうか、サビ抜き頼むの忘れてたな。ほら、じゃあわさび取ってやるから。どれくんだ？え？渋いな、ナナコちゃん。あ、じゃあ僕はウニで。お、ウニは一個しかないだろ。甘いっすよ、早い者勝ち。
あら、死神って何か。ごめんね。それじゃあ、またね。もしもし、俺俺。
祭りって去年はもっと賑わってた気がするんだけど、事件のせいか？確かに今年は人少ねっすね。まああんだけ殺しで騒がれりゃ仕方ないか。マスコミはもう引き上げたみたいっすね。好き放題かき回して逃げ足だけは早いぜ。まついてていいじゃねっすか。それよか、今重要なのはイカ焼きっしょ。おお、イカを食うクマよ。あいつらおっせえな。わざわざ天銀地で集合って何してんだ？待ってるよ、そのうち。わあ、あれそうじゃない？遅くなっちった。みんなの受付に手間取っちゃって。でもこれ中に巻いちゃうから言うほど涼しくないのよね。歩きにくい。ナナちゃんかわいいよ。クマさ、ナナちゃんにズクラブ。ありがとう。ねえ先輩、私たちの味方どう？グッときた？お？意外にさらっと言われちゃった。もしかして言い慣れてる？でも嬉しい。カンジ、何そっぽ向いてんだ。まさか恥ずかしくて見れねえとかか？小学生かよ。そんなんじゃねえっすよ。カンジかわいい。よう、面倒見てもらってすまんな。綿あめ買ってもらった。そうか、よし、なら次は俺と射的でもやるか？こっからは七子は引き受けよう。町がにぎわうなんて年に何度もないからな。お前らも楽しめよ。夏の祭りか。夏祭りの夜、寄り添って歩く二人。慣れない浴衣が着崩れて夏。いきなり何のコピーだよ。これはもう11で歩くクマ。11クマ思った。夏で浴衣でお祭りでしょ。異性同士が団子状態でゾロゾロ歩くなんてもはや不健康だと思うのね、人として。ここはカップルになって歩くのが大自然の摂理だね。急に何言い出してんだてめえ。はーい、クマに賛成。もう先輩たち、浴衣は何のため？思い出作るためでしょ。じゃあ早速いちいちに組み分けしよう。この子どんどんすごい。でも、そっか、思い出か。私はいいかな。あ、今のいいは、その、参加。じゃあさ、そっちで適当に組み合わせ考えてよ。え、マジ？俺ら決め？わかった。男さん、女さんか、どうすっかな。さん、一人抜けてない？は？こいつ俺漢字でちゃんと3人だろ。キャース、クマナチュラルに漏れてる。俺も参加した方がいいんすかね。あー、そっか、お前まともに相手も見れねえんだよな。見れるっすよ。んなことぐらい
バッチリ耐えてみせっすよ。いや感じ、お前が外れろ。なんかそれがいい気がしてきた。の信じてくんねんすか。ならクマはお相手決めたぜよ。ちょ、話進めな、おら。クマのお相手はちえちゃんとゆきちゃんとりせちゃん。決めてねえ。てか、お前がいちいちって言ったんだろうが。クマ子、俺は真剣なんだよ。余計なちゃちゃ入れやがると。そう、幹事、これは真剣勝負。そして幹事は真の男クマ。真の男だったらこんな盛り場で女子とチャラチャラしてる場合じゃない。クマ、おう、どんだけ自分を棚上げしてんだよ。幹事は今真の男を貫けるか試されてるって、そういうこと。クマ、ふう、これで仲間外れはない。クマね。そうか、そうだよな。ありがとよクマ、いいこと言うじゃねえか。なら俺が抜けるぜ。うわ、この人本当に説得された。決定、クマがみんなと行くよ。え、どういうこと。あのね、男の数のが多くて仲間外れになる子が出ちゃうから、クマはそんなのつらいし。ちょ、おまそうきたか。優しいね、クマさん。せっかく洗濯券譲ったのにこれ。もうちょっとがっかり。まあいいか、じゃあ行きましょう。負けじゃね、俺ら負けじゃね。ちょっとクマ、なんで他の子のブロマイド選んでんの。私のあったでしょ。うわぁ、なんなんだこの展開。このクマ吉、私のネギマ勝手に食べないでよ。あー、クマさんが浴衣にケチ。